それではですね、お時間となりましたので、第7回豊の国古代史研究会講演会、赤村は太陽の都だった、赤村の存命起源の講演会を始めたいと思います。私はですね、豊の国古代史研究会の企画広報をやっております森と言います。よろしくお願いします。和歌の浦もそういうような要素があったんだろうと思います。次に、3ページの34行目、和歌山県の始まり、先ほど少し、お話ししましたけど、これは戦国時代の末になってですね、和歌の浦の近くにですね、岡山という地名があって、地名というのは山が、小さい山がありまして、そこにお城が築かれるわけです。で、豊臣秀吉がですね、この岡山をですね、和歌の浦の、名前にちなんで和歌山と変えたと言われております。これもですね、なぜそういうふうにつけないかんかについては全く理由はありません。景色がいいからということで皆さん納得されてるわけですけど、この城をですね、和歌山城と言います。大変立派なお城ですけど、これがですね、今日の和歌山県の、県名の始まりになっております。でここでですね、なぜ豊臣秀吉が和歌の浦というのにこだわったかという点が、非常に問題なんですけど、これもですね、よく分かりません。景色がいいからその地名にあやかってその地名をいただいたと、その程度のことしかありませんけど、なかなかそれでいいのかという考えが出てきます。聖武天皇がですね、即位直後に行幸までして地名を改めた場所、そしてですね、長い間そこの神様は誰であるか、赤の浦の御霊というその曖昧な名前でずっと伏せられてきたということ、これとですね、豊臣秀吉がその名前を使って自分のお城の大きなお城の名前に変えたと、そこら辺は多分関係があるだろうと思います。豊臣秀吉という人はですね、天下を取るまでの間にですね、名前を、名字をですね、木下藤吉郎、橋場秀吉、次々名前書いております。これは別に珍しいことでは全くありませんけどですね、最後にですね、関白に、叙任されます。その時にですね、関白になるには家柄というのが 大切なわけでございまして、非常にやんごとなき家柄でないといけないということですけど、豊臣秀吉どうもそうではなかったか、そういうところがなかったんですね。で、豊臣という姓を、朝廷からいただくわけです。で、豊臣の意味というのはよく分かりません。ただ分かるのはですね、天下人がですね、人から侮られないような根拠があって、そういう説明ができるような、カバネをいただいたということは確かなことです。サルサルなんて言われるというかですね、それ関係ですね、言われないように、つけた。で、なおですね、これがですね、今まで、伝統のあるカバネというのはですね、源氏、平家、藤原、橘、源平、統吉と言いますけどですね、こういう姓があって、これを上回るような権威がないと意味がないわけです。そういうものは実はないからですね、そこで作り出したかしたんだろうと思います。またその天皇家としてもですね、新しい勢力がですね、天下を取ってくると、その当時、天皇家というのは非常にその衰退しておりましたから、それに乗っかろうと。また公家の文化というのは天皇家の中ではですね、非常にその知識たくさん持っていると、こういう中で多分この名前を付けたんだから、その豊臣という名前を付けるときには、その当時までかなりのその根拠のある理由があったんだろうと思います。思いつきではありません。もちろんこの豊臣秀吉自身もですね、これに納得する
もんでないとやっぱりですね、こういう豊臣つけなかったと思います。まあそれはですね、誰でも分かるという理由もあっただろうって、誰でもやっぱり豊臣というとさすがっていうような部分があったと思います。だからまあ、まあ、猿でも分かるような根拠があったってことですね。で、それではですね、豊臣というのはですね、何を意味するのかについて、お話したいと思いますけどですね、豊臣というのは豊臣が詰まったことだろうと思います。豊臣、豊の国の権力者支配者という意味と、これをまあそういう意味で取るとですね、豊の国というのをわざわざ使った理由は、豊の国自身が相当の権威があったから豊の支配者というのが、全国の天下を支配したという意味をなすわけです。現在の豊の国というと、それほどでもなくなっておりますけどですね、奈良時代ぐらいにはですね、非常に権威があったことは確かなんです。宇佐神宮というお宮がありますけど、皇位継承についてですね、道教さんという人がおって、道教さんがですね、普通の言い方では皇位を奪おうとしたと。その時良いか悪いかの判断を宇佐神宮に尋ねたと言われております。なぜ宇佐神宮に尋ねないかんのかと、近くに伊勢神宮もあるじゃないかと思いますけどですね、そうするとそれはやっぱり宇佐神宮に聞かんといかんという、そんだけの権威があったということがここは分かります。こう考えるとですね、豊臣秀吉の時代でも豊の国というのは皇位、天皇の位あるいは関白とかそういうのに影響を与えるほどの何らかの権威があったんだということが分かります。相当後の時代でも豊臣とかこういう名前をつけるほどの理由があったんだと。また神社の祝詞の中にはですね、豊のなんとかという言葉はですね、たくさん使われます。これはですね、単なるその就職語としてですね、めでたいなんとかかんとかとかそういう意味だけで使われておりますけど、じゃあなんでそういう意味で豊の字を使うのかについては何も私その業界におりますけど説明は私は受けたこと一遍もありません。こういうことでですね、古の、古代九州の権威というのがですね、豊臣秀吉が全国支配する時もやはり有効であったということがこう確認することができます。それからですね、豊臣秀吉、幼名を日吉丸というわけです。日吉というのはですね、これは日吉神社の日吉であって、日の光を意味するわけです。お天道様の光を意味するわけです。して、日吉神社のですね、お使いというのがですね、猿なんですよね。だからもう豊臣秀吉、大河ドラマでは猿という呼ばれ方で、猿というのはですね、猿田彦という神様がおってですね、これも猿の字がついてるわけですね。で、猿田彦には太陽神としてのある種の性格があるわけです。この辺考えるとですね、猿って言われよったというのはですね、こう豊臣秀吉ひょっとすると偉い人だったかもしれないわけですね。こういうことでですね、和歌山城の城の名前に豊臣秀吉が和歌の浦の伝承と何か関わりがあってつけたんだということまでは分かります。ただこの赤村までそこまだたどり着いておりませんけどですね、今からまた話をします。4ページ目の23行ぐらいからまたお話をしますけど、外織姫というのはどういう人かというとですね、5世紀の中頃ぐらいの人です。で、後ろの方に、の経図を書いておりますけど、見えるかなと思いますけどですね、外織姫、隠形天皇という方がおられてですね、隠形天皇のお妃はですね、おしさか中津姫さんですね。で、この人の妹が外織姫であるというふうに言われております。
だからですね、ここ兄弟なんですよね。で、なぜ外織姫というかというと、衣を通して中から光が出るほど美しかったと言われております。よくわかりませんけどですね、非常に美しかったということです。で、これはまあ後でお話をしますけど、隠形天皇の子供がおるわけですね。この人はまあいろいろ今から話すこの大事件のとつながるわけですけど、この中のですね、子供の中のカルノイラツメという人、カルノ王イラツメという人ですね。この人も実はこの人も別名が外織姫という、外織姫さん2人おるんですよ。だからちょっと紛らわしいんですけど、紛らわしくしてあるのかもしれない話なんです。で、普通は外織姫というのは隠形天皇のお妃で、こっちの方に皇后がおりますけどですね、まあこっちの美人だからですね、この妹をですね、ちょっとその好きになっちゃったと。で、こうなってくるとですね、大体世の中ですね、こう三角関係になるんですけどですね、まあ、実際そうなったんです。この三角関係が次の世代の時のこの大きな争いの元になっていくわけです。次にですね、飛ぶ鳥の飛鳥、こういうお話をしますけどですね、まあ飛ぶ鳥の飛鳥というのは普通和歌の中ではよく出てきまして、この飛ぶ鳥の飛鳥、この飛鳥どこであろうかということはですね、まあいろいろありましてですね、ここに来られてる先生もですね、この飛鳥はひょっとするとこれは赤村じゃないかというこう言いようのあるわけです。で、私はちょっと違う観点からその飛鳥と赤を結びつけたいと思っております。で、隠形天皇がおられた都がですね、東津飛鳥宮と言います。で、飛鳥宮っていうのはですね、まあこうなってくると東津飛鳥宮と地下津飛鳥宮、近いところもう2つあったってことになるわけですけど、2つあったかどうかは知りません。両方とも飛鳥宮と言っとったということまでが分かっております。で、普通に言う通説ではどういうふうに言っているかというと、奈良県の飛鳥村、竹地郡という、郡がありますが、竹地郡の飛鳥村で、もう一つあるのはどこかというと河内の国、今の大阪ですね、そこに飛鳥というところがあったと、そっちを地下津飛鳥と言っとったという説が一つ。もう一つはですね、時代的に古い時代に飛鳥に都を置いたから東津飛鳥、その後の時代のやつ見ると地下津飛鳥というようになったと、こう二通りのまた考えもあるわけです。で、まあこれがですね、どっちかという話は別にしてですね、なぜ飛ぶ鳥の飛鳥、飛鳥と書いてこれを飛鳥と読ませて、これまあ、なぜそうなっとるかというのがありますけどですね、飛ぶ鳥の飛鳥の飛鳥がですね、飛鳥は太陽、お天道様であると考えれば、お天道様がですね、天をかけていく、移動していく、まあ、この姿にかけて空を飛ぶ鳥の姿に形容をして、そして飛ぶ鳥の飛鳥になったんだろうと。まあこうなってくるとですね、これはまあ今まで私も申し上げましたけどですね、地名をですね、普通名詞に還元していくと、飛鳥というのはお天道様が出てくるところ、日が昇るところという意味で飛鳥だから、どこにあったっていいわけですね。で、まあ私の考え方は地名から類推すると、赤村も赤というのがお天道様を意味するとすると、日が昇るところって考えれば、そこを飛鳥と読み込むこともできるんじゃないかと考えております。で、まあ普通名詞に還元して考えるというやり方を私はこう取りました。で、先ほどの和歌の裏をですね、名工って書いて赤と読ませた、そして、字を書いて赤と読ませとる、まあこういうやり方と考えればですね、アスカというのを赤と読むことだってできんことじゃない。で、本当にやったかどうかまでは分かりません。まあそういうことは考えております。そうするとですね、まあ赤村というのを、赤村をアスカという言い方にすれば、日が昇るところ。で、赤というのは太陽を意味するだろう。太陽を信仰する場所であっただろうというふうに私は考えております。で、まあ話をまた少し戻しましてですね、ではですね、本当にこの
この福岡県にこの人形天皇がおったかどうかのことを問題にしないと、まあ、話がですね和歌山県からこっちまで来ません。で、ここでですね人形天皇についてですね、文献の中ではどう書いてあるかというとですね、これがですね、歩行が困難であるような病気であったというふうに書いてあるわけです。で、まあ、そういう理由にしてですね、皇位の継承を勧められたけど私はできませんと言って何度か断ったというふうに書いてあります。まあ、これをですね、文献の中では非常に謙虚な姿勢であったというふうな書き方をしております。まあ、しかしですねこの当時の歴史を見るとですね、この系図の中で見ますと人形天皇ですね、ところがですね非常にこの皇位の争いっていうのがあってですね、この利休天皇という17代の利休さん、この人ですね、この弟の住之江、中津子、この人にですね暗殺されようとしたんですね。だけどまあされんだったな。どうやったかというと、後の経過はですね、この半杖天皇さんがですね、この人を討伐したわけです。で、まあ、一歩間違えればもうこれもペケの字がつくわけですね、この辺が。まあ、そういう危険な目にあったと。そういう状況の中でですね、まあ、半杖天皇さんが多分亡くなったんだろうと思いますが、その後、人形さんのところに回ってきたと。しかしこれ簡単に受けたらやっぱり身の危険があるという状況だっただろうと思います。でですね、なかなか受けなかったと。ところが最終的にはですね、天皇のプライドにつきなかった。これはどうしてついたかというとですね、こっちのこの嫁さんのですね、この押坂中津姫という人がですね、もう絶対なれというふうに勧めたと言われているな。つまり押坂中津姫の系統のある種の力がバックにあったから人形天皇さんは皇位についたんだろうというふうに解釈できます。まあ、その後、まあ、お子さんたちができまして、次々天皇になる方おります。この安康天皇、雄略天皇おりますけど、その話はちょっと後からしますけどですね。で、ただこれはですね、人形天皇さんがですね持病に歩行の障害があったと、これまあどうでもいいことみたいに見えますけどですね、これ非常に民族的に考えるとですね、非常にこれは面白い部分がありましてですね、金属の精錬、特に鉄の精錬なんかの操業の時はですね、たたらで、送風をする、風を送って、精錬をします。まあ、そういうところにはですね、たくさんこの、片足がないとか、そういうような伝承がたくさんあるわけです。何を意味しているのかよく分かりませんけど、一説にはたたらを踏むという操業をすることによって足にその障害が出てくるんだと、そういうような言い方もありますけど、製鉄とかあるいは金属精錬に関連するところに、一本足の人がいたとか、そういう話が民族伝承の中にはたくさんあります。まあ、そういう点からするとですね、この、豊の国にはですね、河原岳という山があります。ここではですね銅がたくさん取れたと、そういうふうに言われております。どっかでですね、この人形天皇さんとですね、このたたらに関連するようなことを考えますと、こう金属と関係あるところにある伝承がこの混じり合っとる部分があります。そしてですね、もう一つはですね、この人形天皇さんが病気が治ったと、この時ですね、白木の国のお医者さんが治療をして回復したというふうに言われています。この白木という国というのはですね、日本の歴史書の中ではですね、大体あんまりよくは言われてないんですよね。で、まあ、白木というのはどっちかというと敵国という考えがあるんだけど、そこの中にですね、白木のお医者さんに治してもらったということが書いてあります。そしてですね、これがですね、豊の国、白木と非常に関係が深いんです。で、そういう点考えますと、金属精錬に渡来人としての白木の人たちが来ていたと、その近くに、人形天皇さんはおったんじゃないかというところが結びつけることができます。
また河原岳のですね、一の竹の神様、今は河原神社の神様になっておりますけど、この方がですね、唐国沖長大姫大目の御事という名前がついて、唐国って言葉がついてます。つまり、この河原岳の周辺、多賀郡、渡来人がですね、技術者としてたくさん来ていたということが、これよくわかるわけです。まあ、その中に、隠形天皇さんもおったんじゃないだろうか。まあ、そういうこと考えられますけどですね、この隠形天皇さんはですね、この、まあ、隠形というのは送り名なんですけど、本来の名前はですね、大朝津、なんとか彦だよね、大朝津、なんとかかんとかのスクネという名前がついてます。スクネというカバネがついてるってことはですね、これどうもですね、天皇の位よりかもうだいぶ下の方のランク、家臣につける名前なんですよね。で、スクネというカバネがついてるとこを見ますと、隠形天皇さんもともとその皇位につけるほどの力がなかった人じゃないのかなと思いますけど、まあ神話の中では隠形天皇さんはその非常に謙虚で、進めがあってもなかなか私はこれこれですから、あの天皇の位はお受けできませんって言いよったと、非常に謙虚な人であったというだけを書いてありますけど、まあ、実のところはこの系図の中ではこの兄弟になっておりますけど、ランクは非常に低くて、押坂中津姫という人のバックが相当あったということがこれから想像することができます。で、またその外織姫というのを妃として迎えております。外織姫の方は多分軍事的なもんではなくてですね、宗教的な権威が相当あった人でないかと。この2つがですね、経済的軍事的なものと片や宗教的な権威、この2つがあったから隠形天皇さんは少ねという身分であったけど天皇になれたんじゃないかなと私は思っております。今出ましたですね、押坂中津姫、押坂中津姫という方がおられますけどですね、隠形天皇さんがですね、外織姫さんあまり、美しいからこっちの方好きになってしょっちゅう通うようになったと。これがまあ問題の起こりなんですけどですね、ではこの、そうなってくるとですね、どうもあんまり近くにその外織姫さんをですね住ませとくと、この中津姫さんの方がですね怒るわけですよね。だからこの外織姫さんは泉の国に別宅を作って住ませたというふうに、日本書紀の中には書いてあります。で、じゃあその別宅なんて言ってるかですね、別宮というのはどこにあったかというと、それはまあ先ほど、泉の国にあったと言われておりますけどですね、まあもし赤村あたりに隠形天皇さんがおったとしますと、泉の国というのは大阪の方ですからですね、それはちょっと遠すぎます。で、行く橋市、この赤村からそのあまり遠くないところですけどですね、そこの中心部の地名がですね、泉という地名があるんですね。で、あ、これは閉めたと思ってこれいただいてですね、あ、ここら辺に泉、行く橋市の泉に、外織姫さんのですね別具はあったんじゃないかと。まあそう考えると非常にこのまあよ、理解できるわけですけど、まあ赤村あたりに、都があった、あるいはその関連する場所があったと考えると距離的には非常にいいわけで、赤村の隣にはですね、まあ以前は都郡という地名があって、都って京都って書くわけですから、しかも御所川谷というですね古代の山城もあったと。そういう点考えますと、ここら辺に王権と関係あるようなものがあったということは言えます。で、まあ、ここでですね、次にまた話は進むわけですけど、5ページの22行目のところに流刑と狩野をいらつめという名前が付けておりますけど、このお話をいたします。これがですね、なぜその武前あたりの人が
外織姫であるのが、その話がですね、和歌山県の和歌の浦にあるということはちょっと話が通じないところがあったろうと思いますけど、そこについてお話をさせていただきたいと思います。外織姫の実名が和歌の浦ではですね、赤の浦の御霊という名前でですね伏せられていたわけですけど、しかし非常に崇敬を受けていたと。まあ、ここら辺にはですね、まあ赤の浦の御霊というのが外織姫であるということを一般の人みんな知ってたということが言えますが、で、まあ少し話をですね端折って言いますと、この和歌の浦ができる前の玉津島という岩ですね、まあここが、外織姫、まあ後で話しますけど流された場所ではないのかと、それを鎮魂する必要があったんじゃないかというのが私の考えです。で、なぜそこに武前の人がですね和歌山県に流されているというのは直接には話が通じない話です。日本書紀の中ではどう書いてあるかというと、外織姫ではないけど外織姫と、またの名を外織姫と言われる狩野大イラツメという人ですね。この人もですねやはり非常に美しかったと、で外織姫とも呼ばれてって書いてあるんですけど、この方がですね、流される、流刑に遭う。その時ですね行った先は伊予の国、四国の伊予ですね、そこに流されたというふうに言われておりますから、流されたところはもう伊予の国のどっかであるということは確定しているわけです。で、しかしながらこの神様はこの御霊が和歌山県にあるというのはなぜかなということになるわけですけど、まあその前に、狩野イラツメ、またの名を外織姫というこの神様がですね、神様、この姫君がですね、なぜその流される目にあったかと言いますとですね、この隠行天皇の、長男にあたるというかですね、太子にあたる人、皇太子ですねにあたる人、木梨の狩野巫女という方がおられて、この人とその妹である狩野大イラツメ、この人がですね、まあ、恋仲になるわけです。これ同じ母親の、兄弟であると言われています。異母兄弟同士のですね、結婚というのはですね昔はたくさんありえた。ところが同じ母親である兄弟の同士の結婚というのは日本書紀の中ではタブーであったというふうに言われております。本当にタブーであったかどうかは分かりません。また本当に、そういう結婚があったのかどうかも本当は分かりませんけど、あったということにしまして、そういうことをタブーを犯したということで木梨の狩野巫女は皇太子という資格を失うわけです。まあ失うようになったわけです。そうなると そこら辺のお話をですね、誰がそんな話をですねチクったのかってことが問題になるわけですけどですね、まあそれはこの穴穂の巫女、後の安光天皇という方ですね、この人が、まあ、多分それをスキャンダルをですね言うて、この人皇太子失格だというふうに世論を動かしたんだろうと思いますけど、まあ次の行為は隠行天皇の次は穴穂の王子安光天皇になっとるわけです。でこれもその時ですね、流されたのは狩野大イラツメの方であって、こっちの狩野巫女の方はどうかというと、狩野巫女の方はまあ謹慎ぐらいのことで終わっとるわけですね。それも大体納得できないんですよ。両方ともやったんだったら両方とも流さないかんはずなんですけど、こうまあそういうふうに言われております。しかし別の伝えの中ではこう書いてあるんですね、木梨の狩野巫女、この人が流された、その後この狩野大イラツメが、その流された先に追っかけていって二人で
心中したという話にもなっとるわけです。どっちが本当か分かりません。でこの中でこの話まで来るときに外織姫と軽の大入爪を別名を外織姫って言っとるから、この話がここで混同するわけですけれどですね、まあ外織姫がなぜ崇拝されるかについて考えますと、非常にこういうような悲しい事件があって、まあ恨みを飲んで死んだような格好になっている。それはもう鎮魂せざるを得ない人だからというところに結びついとったろうと思います。単にその美人だからってそれだけで崇拝の対象には普通はならないだろうと思います。それからですね、この隠行天皇の兄弟ですけど、この中で木梨の軽の命、軽の大入爪、このお二人というのはですね、多分中津姫のとの子供ではなくて、外織姫との隠行さんの間の子供であろうと思います。で隠行さんはこの中津姫の系統と外織姫の系統と、この二つの争いがそういう話になっているもとであろうと思います。でこの、木梨の軽の巫女の皇位継承権を失うというこの事件ぐらいからですね、隠行天皇さんのですね、この皇子たちの間でですね、まあ血の血で血を血で洗うような激しい皇位の継承争いが起きるわけです。まあこの、同じ母親の兄弟同士の結婚という、まあ現代風に考えると一大スキャンダルですけど、まあそれが引き金になって次の代にはその激しいこの、天皇になる皇位を争う天皇家内部のですね争い、こういうもう、大事件につながってくるわけです。そして最後にはどうなるかというとですね、結論の方はですね、雄略天皇という方が最終的にこの争いの中では勝利するわけです。そして、このライバルはですね片っ端からこう殺してしまうわけです。でまあそこまでやってしまうとですね、最後に清明天皇という人が雄略天皇の次の代になるんですけど、この方非常に影が薄くてですね、どういう人かよく分かりません。生まれた時から頭は白髪だったという件ですね、少しなんかいろいろあったんだろうと思いますけど、この人は子供ができずにもう雄略天皇 の次の代ぐらいでこの仁徳天皇さんのですね隠行天皇の系統、この系統はですね断絶するんです。でこの断絶するというのの元というのは、この木梨の軽と軽の大入れ爪のこのこの許されない恋愛と、そこから始まって結論はそこに出た。でその前の話ではこの外織姫という人に、心を移したところか辺からも始まったとも言えます。まあ神話的に考えるとある種の原因を作って、それが結論として悲劇の元になったという、こういう話というのはですね、ギリシャ神話でもこういう構造を持ってますよね。エディプス王というお話がありますけど、その話とよく似てるところがあってですね、性的なタブーを犯したことによって悲劇が起こると、そういうようなストーリーとよく似てますけど、日本の場合は少し違う内容になってます。こういうことでですね、仁徳天皇さんの系統というのはこの辺で終わってしまって、この系統が全部いなくなってしまうから、一部惜しい岩の巫女、この人も暗殺されるんですけど、この人の子供の方に、天皇の系譜はつながってこっちの方に移ってしまうわけです。そういうことになります。いいですか。はい、ですね、まず前半は一応この雄略天皇の代で終わったという整理で言ってるんですかね。雄略の次まで言ってる。でまだ赤浦とははっきり結びついてないと思いますが、後半これがバチッと完結で結びついてきますので、この物語があるということが面白い。でなぜ赤浦なのか、それをお楽しみに。15分ぐらい。